はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。モローウィンドウの続きをプレイしていきたいと思います。前回は州税士殺人事件ですね。で、私が選んだ選択は、殺人犯に裁きを下したと。どっちが良かったのか、まあ、報酬としてはですね、お金もいっぱいもらえたんで良かったんですけどね。おそらく修繕師さんはあんまりいい人ではなかったとは思うんですけども、かといってまあ殺していいわけではないので、まあ、裁きを下したっていう感じですね。で、今回バルモラに向かいたいんですけども、ルパン探しも終わってないんですけども、そこのダンジョン、そこにダンジョンがあって、そこまだ入ってないんで、そっちを探索してから北に向かう感じですかね。ここですね、怖くて入れなかったんですけど、少しずつ能力も上がってき、なんだあの敵、初めて見るな。なんだあれ、イノシシみたいなのがいる。あ、倒した。カゴーチ、よし、じゃあ行ってみましょう。一応クイックセーブをして、暗い。トーチを装備して、死体を発見。アックスか。ヘビーアーマー系ですね。死体を処分っていうのやった方がいいのかな。これがね、前回もありましたけど、前回、前々回ですか。まずいいか、よく分からなかったんで。初めにこっちかな。あ、なんかなんかもう見えてる。当てられないかな。さすがにダメか。よし。よし。なんかいるな。暗くて見え。暗くて、いっ。
あつえ、ま、ま、待って、何ね、え、痛い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 、しゅんしゅんしゅしない。回復する。足でしょ。なんか幽霊が。え、まずこの骸骨。ああ、パワー使う。本日分のパワーは使いました。よし、とりあえず骸骨やった。あなたの武器は効果がありません。幽霊だからか。暗い。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。シスコ、魔法、魔法なんかな。ファイヤーダメージ、これだ。そう、スクロールオブヘルファイヤー、これを使おう。バレてない。死ね。おお、強っ。危ない。死にかけた。クイックセーブ。そういう敵が出てきちゃいましたね。ということは魔法を覚えないとダメなんだ。手裏剣はあれか、トーチを持ちながら攻撃できるんだ。いやー、せったなー。ちょっと帰った方がいいかな。もうちょっと探索してやばそうなら帰ろう。なんかでもいいものが眠ってそうだな、ここは。
手裏剣強いな。痛い。あぶねえ。多分こういうのってなんか錬金術とかで使うんだと思うんですけども、錬金の仕方がわからない。まだできないのかな。死ね。よし、待って、手裏剣こっちに変えようか。あ、なんだ、攻撃時発動型。フレーム、あの、ファイヤーダメージがついている矢だ。これなら幽霊にも効くんじゃないですか、もしかして。魔法覚えなくても。よし、クイックセーブだ。いやー、やっぱりまだいるな。このゲーム面白い、やっぱ。よし。手裏剣便利だな。これはいいものが入ってそうな。罠もなし。ノルディックバトルアックス、ものすごく強い。振り幅が半端じゃないですけどね。1から30の間。あ、でもアックスのスキルは いずれあげてないといけないですけども、今はまだっていう感じかな。これ30キロもあるな。30キロは持てない。持てるけど、アーマーハンマーとリペア、この2つはあれかな、直すやつかな。じゃあこれとこれ持って、バトラックスちょっと置いていこう。
中の心臓だな、これ。150円もする。パラライズ。なんか麻痺系の何か作れるんだろうけど、おそらく。いやー、いるなー。2匹ぐらいいるような気がするな。死んでくれ。あなたは何？なんかに感染したって出たぞ。なんか病気にかかったな。ジャーナルで見れないか。なんかに感染してしまった。治らない。魔法効果がついているダガーだ。これか。これはスカルオブ。これなんか大事なもののような気がするな。スキルが7。あ、病気のせいで持てる量も減ってるな。バーストファイヤー、これ必要。とりあえず全部持って、この病気を治さないといけない。あの、ヒーラーさん治せないかな。全部来たかな、回ったかな。これはなんだ。操作シルとスクリプ。
クワマ、クワマの巣。で、遊んでいたと。操作が。で、そのスクリプっていうのは、クワマの妖精体。石を投げて遊んでたんだ。あまりいいことじゃないような気もするけど。あ、スクリプの一匹が苦しみながら、お願いです、どうか。慈悲の心を持ちなさい。小さき子よ。あなたにとっての楽しみが我々には死にも等しい苦しみ。まあ、子供だって悪ふざけで遊んでたんだろうけど、あんまりよろしくないよね。高いな。とりあえずもらっていこう。よし、問題はこの病気を、あのヒーラーさんのとこに行ってみようか。あ、それか、あの、あれか、あの、祈るところで直せるのかな。このためにやるとか。前回ね、あの、キュアなんとかとかあったんで、お、あ、治ったかな。いや、でも、何かがまだマイナスだな。何だろう、何が。何が悪さをしているのかがわからない。これ、今俺のお金は、あ、ここでわからないんだっけ、今自分の持っているお金。あ、これか。1041。何もしなくても、あ、大丈夫だ、減ってない。あ、これでどうですか。いや、あ、治ったかな。治ったっぽいけど、一時的なものなのかどうなのか。とりあえず戻ろうか。
足遅いような気がする。気のせいかな。なんとか待っても戦えるようにはなってきましたね、やっと。そうだ、さっき取ったリペアするやつ、これか。あ、直せるんだ。自分で直せるんだ。まずこれを、直ってなくないか。失敗。あ、成功。1だけ1しか上がらないんだ。これもスキルによって変わってくるのかな。あー、じゃあスキルちょっとやってってみようか。失敗失敗、成功。使い切ってしまった。このスキルは切るは関係ないのかな。関係ないのかな。これは何だろう。アーマーを直すのかな。壊すとかじゃないですよね。ちょっと怖いんで、ロングボにやってみようかな。じゃあ、直すんだ。これも直すやつだ。あ、直った。お、いや全然ダメだ。金払って直してもらった方が手っ取り早いかな。
あ、お金ないか。レジストファイヤー、この人は基本的に攻撃系はないのかな。ファイヤーの耐性、フロスト、ショック、ポイズン、キュアポーション、この辺とか覚えてた方がいいのかな。すごい、あの細かいところ、こうレストアエンデュランスとかあるから、こう部分的に能力を下げられることがあるっていうことですね。でそれを場所を直すみたいな。この辺でも覚えてた方が良さそうな気がするな。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。